バイアスシンドバッドです、はい、今回はフォークオイルを交換するときに絶対にやった方がいい裏技紹介しますね。あと最後の方にちょっとだけ僕のマシンのセッティング変更の話もします。では今回もエレガントによろしくお願いします。Please tell me all the bad, all the good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop. しました。そしてすでに今からやる、裏技をもうやって、そのやった後に5分ほど放置した状態からもう一度やっております。こう蓋で後ろで押さえます。手ででボトムケースを足でこうやって押さえて引き上げます。今負圧がかかってます。この中で負圧をかけてこう伸縮、手で押さえたままやります。それでこの負圧が今かかってます。どん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 気泡が上に上がってきてる、引っ張り上げられてるはずです。負圧でで一気にと抜きます。で今度は加圧します。蓋の上部を押さえてこのまま押し込みます。ちょっと漏れましたね。でもこれ加圧化されてます。だからどん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 加圧されてるんで1気圧以上になってるので、オイルがどんどん細部まで押し込まれてます。で一気にと抜きます。また負圧をかけて今度その細部に行った気泡がフォークオイルの中が漂っている可能性があるので、それを負圧をかけて上に引っ張り上げてあげます。はい、ちょっとだけこう動かしてあげて蓋を上押さえたまんまで、どん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 今負圧がかかってるんで気泡が引き上げられてます。オイル面までで一気に抜きます。でまた手こんなになりますね。負圧を加圧繰り返してるんで、で今度また加圧して1気圧以上になってるんで、どんどん押し込まれてるんで細部にオイルが行き渡ります。今行き渡ってます。どん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 細部までもう行き渡ってます。行き渡りましたみたいな感じで抜きます。で、また負圧をかけて、その押し込んで細部まで入って、気泡が上にぐーってどんどん上がってきてるのを補助してあげるために、負圧をかけてあげます。はい。それで、一気に、と抜きます。そうすることによって、ああ、もうだいぶ何回もやったんで、ああ、OK ですね。気泡も出なくなりました。この裏技を5回ほど繰り返して、湯に気泡をすべて集めたような状態にして、そしてすでに5分放置した状態から今回は実施しております。はい、ご覧の通り湯に気泡は皆無です。かつ、フォークオイルが細部まで完璧に入り込んでいる状態となっているはずです。よってこれでもう即油面調整に入れる状態となったということです。はい、よりマシン曲げやすくするためにフォークオイル右だけ、言っちゃってもいいよな、左だけ G10 で右だけ G15 でイコール G12.5 っていうことをやってたんですけども、もう両方とも G10 にしました。以上、バイアスシンドバッドさんの整備日記でした。なんちゃって。